私の名前はゆえ、29歳。これから先、私の人生は最高の幸せが約束されていた。あなたは永遠の愛を誓いますか？もちろん。私は彼を決して手放しません。それは独身だった私に愛する彼ができたからじゃない。知ってる？私の旦那って年収1000万円を軽く超えてるのよ。本当に？すっごい。よく玉の腰に乗れたね。一か八かで結婚相談所に行ったのが良かったわ。あとは私の美貌とテクニックでイチコロよ。ま、実際は器用な性格してたからゴリ押しで行けただけなんだけど、こんな理想な男性に出会うなんて私つきまくりよ。いいな、ゆえ、将来安泰じゃん。そうなのよね。もう勝ち組よ勝ち組。あなたたちは真っ黒しそうね。は？だって旦那さん安月給の平社員なんでしょ。これから大変なの分かりきってるじゃない。あー、よかった、私にはそんな未来を訪れなくて。そうして最高の人生を歩み始めた私。運がいいだけってひがみを言ってくる人もいるけど、私からすればそんなのただの敗北宣言だ。運がいいことこそ私の実力。幸せになりゃそれでいいのよ。ってことで高級エステ行こうっと。家政婦さん、家事よろしく。はい。お客様いかがでしょうか？気持ちよすぎてとろけそうよ。若返っていく感じ。さすが話題になっているだけあるわ。その分値段は結構するけど、今の私からすれば駄菓子を買っているような感覚だ。それからも私は豪遊三昧。美味しいものを食べてブランド品を買い漁る毎日だった。これ一括でお願いします。かしこまりました。そして今日もこの赤ちゃん服めちゃくちゃ可愛くない？買おう買おう。ちょっとそれ一着3万円もするじゃん。性別わからないし、そもそもできてもいないのに今買うなんて。はあ？今いいの出てるんだから今買うしかないでしょ。バカなの？ちなみにもしできた時に別のいい服があれば。決まってるじゃない。その時はその時の買うまでよ。今日は友達と旦那がひいきにしているというレストランで食事会。安いらしいからあんまり乗り気じゃないけど、美味しいらしいからそれでチャラにしてあげる。私って夫を立てられるいい女。それに食事会って言っても私にとってはただのマウント会。ストレス発散と自己肯定感だけを高めるつもりだった。あ、ゆえ来た。うわ、すっごいコーデ。でしょでしょ。ざっと数百万かな。こんなレストラン高貴な私には不釣り合いなんだけどね。庶民のみんなにはありがたいでしょ。よかったわね、私の旦那が安いお店知ってて。はいはい、ありがとうございます。旦那を立てながら私の凄さを知らしめる。あまりの話術に自画自賛しそうになるわね。それからももうほんと家事が大変でさ。家事？そんなの家政婦にでもやらせときゃいいじゃない。あ、無理か。だって雇うお金ないものね。あ、お酒なくなった。ちょっとそこのウェイター、早く注ぎに来なさいよ。使えないわね。旦那に言うわよ。申し訳ございません。こんな態度をとってたらいろいろ思われるのは分かってるけど、それも私にとっては蜜の味。実際私の方が立場が上なんだから悠々と見下ろせるってね。お酒美味しい。なあゆえ、これ以上散財しないでくれないか。これじゃお金がいくらあっても。はいはい、分かってる分かってる、気をつけます。あ、新作のバッグ出てんじゃん。気弱な旦那ほんと助かる。何やっても文句言われないじゃん。あ、明日部下たちと庭でバーベキューだっけ。これはチャンスね。
旦那の部下なら私の言うことも聞くはず。旦那は私より下の立場だから、ここでは私が女王だ。ねえメガネ君、冷蔵庫からお肉取ってきて。英語のいいやつ。あ、はい。ああ、いい気分。これならもっと言っても。ちょっと君、私の肩揉んでくれない？調子に乗らないでくれます？僕たちあなたの召使いじゃないんで。田中君も、もうこんな失礼な人の言うこと聞かなくていいよ。この年になって何を勘違いしてるんですか。この場にいる人たちも、よく行くレストランのウェイターも、ヨシトさんを慕っているから、ついでにあなたを立てているだけ。あなたに尽くしている人はどこにもいないんですよ。この私にたかが平社員がなんて口の利き方を。あなたは今すぐこいつをクビにして。いや、そんなことは絶対にしない。全部僕が許可してることだから。気を使わなくてもいい、我慢しなくてもいい。言いたいことがあれば好きに言っていいってね。は？何を言っているの？そしてクビになるのは君だよ。離婚届？なんで？当たり前だろ。散々言ってるのにやめない散財。それだけならまだいいけど、周りに対しての態度もひどすぎる。もう一緒にはやっていけない。何よ何よ。私のサポートがあって、あなたの成功があるんでしょ。全部私のお金、私が手に入れた立場よ。好きにしていいじゃない。そこも勘違いするな。君がそうなったのは僕の積み重ねがあったからだ。ったく、結婚なんて焦ってするもんじゃないな。それを教えてくれたことだけは感謝してるよ。気弱だったはずの旦那からの正論パンチ、ここまで言われて私も黙っていられない。いいわよ、そこまで言うなら離婚してやるわよ。でも手切れ金として300万円はもらうから。どうぞ、安い支払いだよ、君のと比べたらね。後から聞いた話、元旦那は昔貧乏で、生活はかなり質素だったらしい。だからお金のありがたみは誰よりも分かってるんだとか。赤ちゃん服とか必要なものはまだしも、無意味な私の浪費にはどうしても耐えられなかったってわけね。全ては後の祭り。そして今の私はというと、やば、急いで隠れないと。かつての生活が忘れられず、借金三昧。助けを求めようにも友達には全員着拒されてしまっている。これまでのしわ寄せが私を襲っていた。誰か私を助けて。